ササグオンは大韓民国ソウル特別志向南区にある仏教寺院。韓国仏教界の最大勢力である宗慶州の宗本山宗慶寺の末寺。李氏朝鮮の時代から日本統治時代にまたがる1551年から1936年にかけてササグオンは禅州の宗本山だった。ササグオンは白木時代の794年に宴会が 憲章寺を創建したことをもって、笹ぐ恩寺の創建としている。李氏朝鮮縁山君の時代の1498年、憲章寺を改築して、占領を管理する領事都市、名前を笹ぐ恩寺に改名した。1551年には、全国の禅宗を鑑賞する禅宗首寺説に指定され、禅宗の総本山になった。李氏朝鮮では、清宗の仏教弾圧以降、 宗派は全教の二宗派だけだった。前宗の総本山は捧ぐ恩寺だったが、教宗の総本山は法仙寺であった。1562年、寺を現在の場所に移した。民衆の時代の初期、幼い民衆に代わり、文帝王公が水連調整を行ったが、文帝王公は捧ぐ恩寺を仏教復興の根本道場とした。 広州は1548年に十0時になってから、全教両派とも、過去の総科試験を復活させた。総科の試験は、捧ぐ恩寺で行われた。朝鮮末期の1902年、大観寺説令が制定され、捧ぐ恩寺は全国24カ所ある、首寺説の一つに指定された。韓国併合後の1911年、朝鮮30本山に選ばれ、ソウル及び、 甲州などの軽軌道八家群にある八十余りの寺院を管轄した。1939年の大火災で大部分の建物が消失し、1941年から1942年にかけて再建した。連合軍統治下の1945年、大韓仏教総計修装務員の直轄自設になった。1996年に高さ23メートルの 韓国最大の魅力大仏を建立した。ありがとうございます。